ベルン旧市街はスイスの首都ベルンにある旧市街。ベルンには中世ヨーロッパ都市の姿を今に伝える美しい街並みが残っている。それらの街並みは1983年にユネスコの世界遺産に登録された。ベルンの街はチェイリンゲン家のベルヒトルト五星によって1191年に創設された。街は三方を 自然の防壁となるアーレ川に囲まれた丘の上に建てられ、残る一方には城壁、堀、ツットグロッケなどが築かれた。その後も都市区画は非常に明瞭な都市化の意図に沿って開発されていった。1218年にベルヒトルト5世が死去、チェイリンゲン家の断絶後に、ベルムは神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世から自由都市の特権を得た。 1405年の大火災の後で町はより堅固に再建された。時代は下って1848年にスイスの首都になるとそれを反映して新しい建物も見られるようになった。例えば連邦院やベルン大学などである。アーレ川に囲まれたベルン旧市街中世から近世にかけての建造物群には次のものがある。中世都市の大部分は18世紀に。 回収されているが、その元々の特色はよく保持している。全イ式時計が付けられた。時を知らせる金、等の時計、仕掛け、天文時計はすべて一つの装置によって作動している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。